こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ね何話そうかななんて思ったんですがね、またねいつも配信されるメルマガ読んでるんですが、そのねメルマガで数日前にねちょっとね自分もねそのね話すごいねわかるなっていう、そんな話だったんでね、それねまた朗読していこうかなって思います。自分でねそれをね読んだ内容をね話そうと思ったんですけど、ちょっとねなかなかうまく話せないかななんて思ったんでね、朗読していこうかななんて思います。はい、じゃあねちょっと読んでくるんでちょっと聞いてもらいたいんですがね、これね自分もそうなんですけど、皆さんがねすごい最も恐れてるんじゃないかっていう、そんなねことの話ですんで、ちょっと聞いててください。はい、じゃあ読んできます。私たちが最も恐れているものを克服する。今日は恐れるについて考えたいと思います。人生で何が怖いですかと尋ねられたら、皆さんは何と答えますか？死ぬことが怖いと答える人もいるでしょう。公衆の面前でのスピーチが怖いという方もいるでしょう。私も以前は人前で話すことが怖く嫌でした。人の前で話すということにトラウマがありました。人前で話すことの恐怖は地にも値するくらいの恐怖でした。しかしその恐怖があったおかげでそれを克服し成長することができたのも事実です。この私のように人前で話すこと、パブリックスピーキングが死ぬことよりも怖いという方が多いのではないでしょうか。今日はそのパブリックスピーキングを克服する方法、また成長進化する方法についてご紹介しましょう。スピーチが怖いという方は根底にあるものを怖がっているからです。このあるものを私だけではなく多くの方がめちゃめちゃ怖がっています。またこのあるものはスピーチだけではなく、いろんな場面で私たちの成長の妨げもします。ではそのあるものの正体とは何なのでしょう。それがなくなれば私たちは今よりももっともっと精神的に楽になるだろうし、幸せになることは間違いありません。ではその正体とは、それは恥です。私たちは恥をかくことに対して強い恐怖心を持っています。スピーチが怖いのも結局のところ恥をかくのが怖いからです。これは日本人である私たちに特に強く働いている感情だと思います。ところがほとんどの成長はこの恥をかいた後にやってくるのです。たくさんの恥をかけばかくほど大きく進歩することができるのです。自分の能力を伸ばすことができるのです。そして幸せは他人の目を気にしなくなった時に感じることができるのです。また恥をかくことを繰り返していると心が鍛えられます。精神が強くなります。そして死よりも怖い恥を克服すると、どんなことにも挑戦する勇気が持てます。ですから大いに恥を晒してほしいのです。イケてない自分を見せてほしいのです。恥を恐れることによって私たちはいつまで経っても同じ場所に立っていることになりますが、恥を晒すことによって私たちは今よりもさらに進化し成長することができます。恥を恐れることによって私たちはただ時間が過ぎるのを眺めていることになりますが、恥を晒すことによって私たちは能力やスキルが身につけることができるのです。
また恥を恐れることによって、私たちは自分の人生を他人にコントロールされることになりますが、恥を晒すことによって私たちは自分の人生を自分の好きなようにコントロールする自由を得ることができるのです。ですから、自分を変えたいと思ったら、心に不安が生まれたら、この恥が私を変えてくれる、これで私の不安は解消すると言葉にするのです。言葉は力です。その口にした言葉で恥をかく勇気が湧くのです。そして恥をかくことで不安は解消されるのです。すると、いろんなことに挑戦する行動的な人になるのです。そこでまた恥をかくのです。それを繰り返すことで私たちは成長進化するのです。はい、以上です。自分もね、これ読んだ時に、高校時代のね話を思い出しまして、高校時代っていうか、その前からなんですけど、自分はね、高校の時にね、マクドナルドでね、もう注文するのがね、もう怖くてしょうがなかったです。それっていうのはね、なぜかっていうと、言葉したったらずでね、さしすせそがね、ちょっとうまく言えなかったんですよね。それで、学校でもね、先生のことをね、先生っていう風にね、言ってしまうんで、それをね、女子たちにすごいからかわれて、本当にね、喋るのがね、すごい、怖くて、それでマクドナルドでね、注文する時もね、うまく注文できなかったらどうしようって、やっぱね、それ怖いっていうのは恥をかきたくないっていう、そんなね気持ちでマクドナルドでもね注文できなかった、そんなねことをねいつも思い出すんですよね。それで、やっぱね、自分はね、こうやって、YouTube をね毎日配信してるんですけどね、これもね、一種の、挑戦で、喋りもね、言ってる内容もね、あんまりね、ちょっと自信がない感じで、恥をかきながらやってるんですけどね、それがね、すごくね、成長につながるっていうのがね、本当にね、なんとなくね、分かっているんで、続けています。なのでね、恥をね、かかないでね、ようにね、するとね、逃げてばっかりいて、ちょっと前のね、自分っていうのは本当にね、逃げてばっかりいて、やっぱね、人からね、何か頼まれるとか、そういったのいいやっていうのはね、もしかしたら、ちょっとね、あんまりその時の気持ちっていうのは今はね、わかんないんですけど、人から頼まれてね、仕事がうまくできなかったりしたら、恥をかくとかね、そんな感じで逃げてたのかなとかもね、そんな風にもね、思うんで、やっぱね、全然成長してなかったですよね、ずっと。それでここに来て、やっぱね、こうやって YouTube 書いて、恥を晒す、なんか、ちょっとね、自分で言うのも、なんか、減るかななんて思いながらもね、こういうことをやって、インプットしたものをアウトプットして、それで、自分、すごい成長をね、実感できてるんで、50過ぎてから成長するっていうのもね、なんかおかしな話なんですけど、今までどんだけね、チャンスを逃してきたのか、成長をね、しないで、逃げてばかりいたのかっていうのをね、すごくね、反省しなきゃななんて、そんな風にね、思いながら、動画もね、撮っております。なのでね、恥っていうのは本当ね、死ぬほどね、怖いっていう、そんな風にね、思う人もいるかもしれないですけど、それをね、克服しなければ成長もないかな、なんて、そんな風にね、思いました。本当にね、自分がね、昔、マクドナルドでね、注文できなかったことをね、すごくね、思い出す、そんなね、話だったんで、これ、ちょっとね、読んでみようって、そんな風にね、思いました。はい。皆さんもね、何かね、恥をかくのいいやっていう人がね、多いかもしれないですけど、それをね、乗り越えて初めて成長するっていう、なんか同じことを何回も言ってるようなね、そんな動画になってしまったんですが、自分もね、こうやって動画で
こう恥をさらして成長ねもっとできたらなーなんてそんな風にね思っております。はい、ではね今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。